1000円のね、掛け金でね、3万9000円と600円いきましょう。わっしょい西成金ちゃんのわっしょい TV。 今日はね、3日目のね、白浜です。はい、白浜は、時計寿司に来ました。クエ鍋とかね、いろいろもあります。はい、こんな感じでね、ここね、定食もありますし、いろんなもあります。はい、これがね、武蔵です、白浜のね、武蔵というね、ホテルなんですけどね、それのまあちょっと入ったところに時計寿司があります。早速そしたらね、中に入ってきます。もうなんかもう早速ね、もう構えていただいてるお客さんもいてますけどね、はい、時計寿司のね、こんな感じになってます。はい、美味しいです。はい、美味しいですか。はい、美味しいです。ありがとうございます。あ、お客さんが美味しいですね。美味しい。これ何食べたんですか。これ何ですか。マリゴ、マリゴ、マリゴね。はいはいはい、ね、これは、こちらがね、ここの大将のね、お父ちゃんです。同じに和歌山橋本出身ということでね、僕と全く一緒なんですよ。はい、こちらが、ここのね、娘さんのね、旦那さんです。はい、ということでね、いろんなものね、置いてます。いろんなもあります、はい、あちらね、まあ、僕とことね、店と同じようにね、アワビやらね、なんか卵やらね、はい、もう俳優みたいなもん。なんか今なんか言うたんじゃん。なんで誰が俳優。もう俳優みたいな。俳優、はい、もうサインもらうの。お店の中もね、こういう形でね、こう座敷がね、こうありまして、こちらも2つあります。ね、まあもう奥にあるんですけどね、今はね使ってないんでね、こんな感じです。はい、嫁さんケツでかいでしょ。はい、まだよかったら西田にも西田に行くじゃん。まあ僕は褒めてる。西田に警察署の真横で、淡路屋っていううどん屋と、でその隣でカラオケ居酒屋、嫁さんがやってて、これがほらフィリピンにな、警察から追われてフィリピンへ逃げて、向こうで全くお金がない状態でどないしようってなって、明日の飯代までなくなって、フィリピンで警察から追われて、何だか知らんよ、うどん屋やれ言うて、うどん屋やりますわって言うて、やりましたって言う人がこの人やって、あえて西成警察署の横どないかかれて帰ってきたと捕まると捕まえてみ、中なんか指さしてパトカーからこらお前ってやったんで、捕まえてみ言わないで、帰ったことがあって、そこ通って、よかった、ほんまもんよ、ほんまもんよ、いやいいんだ、ほんまにやったはんよね、それは、ほんまにうどんやったはんよ、そうだ、ほんまにやってません、それはびっくりして、あ、すごいわ、今はね、僕新店舗の方に行ってるんで。淡路山で、まあ、同じここと同じような感じのお店で、ちょっと広い水槽、魚釣りについて、それをまあさばいて食べる。でもさっきはパチンコ負けた。勝ったんすか1時間でちょっと消化して。前の時もな、あの店行ったら中小と出ようかな。そうや。だからコロナ移ったらもうちょっとお客さん増えるはずや。顔出していい？ありがとうございます。うちに来てくれてるお客さんで、たまたまその男の方がこっち側でベストを持ってはって、ほんでたまたまここで大手であれあれって言うたら、こうどうだい、たまたま俺の今の新しい新店舗の淡路山の方に来てくれて、食べに来てくれて、ほんで、何頼んだの？俺、おばはん意外にせえ言うてんの。何すんの言うてんの。ツンツン巻きや。同じもん、ここと同じもん。ツンツン巻き。ほら、初めてお客さん、おばはん意外にせえ言うてん、俺。ツンツンここで食わんのも、ここで食えるもん。あの時ね、西成の方とかで、八幡神あ、八幡神、あいつ、
とかね、はい、もうなんかもういっぱいなんか YouTube でもういっぱいになった、うん、なんか YouTube で午後のね、あの一応弟なんですわ、アホの深夜です、アホの深夜ね、それの実の弟のね、名前をシンです、シンです、はい、ということでお疲れ、お疲れです、はいよう、まい竹2つと、ちょうどボトルやろ、うん、ほいでよ、あの何しこ、何行こうかな、今日寿司行く、こいつら寿司、あ寿司食べる、食べるんですよ、寿司の寿司、寿司の、あの、あ、すき焼き、あ、大丈夫です、ほ、ほいだらね、寿司のすき一個やってよ、うん、ほんで、こっち何行こうか、寄せ鍋、寄せ鍋、はい、寄せ鍋1、はい、寄せ鍋、うん、うん、頼んどきます、はい、それでよろしいですか、はい、はい、これ何、それ柿、あ、柿な、あ、これうまいもんな、お、柿、これ、これ、今、目の上に辛いの大きいんだ、柿の南蛮漬けです、お、ほな、もし、足らんやったらくれる、くれくれやな、はい、どうぞ、うまいね、これな、いただきます、はい、どうぞ、うん、はい、うわぁ、めっちゃうまいよ、これめっちゃうまいです、な、見て、全部食べた、アジの南蛮とかやったら、これ食えてるんですよ、うまい、でも柿、これうまい、うまいよ、だよ、うまい、うまいわ、はい、どうぞ、いただきます、はい、どうぞ、最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくやで。おしゃい。